結構恥ずかしいやつですよ。いや、だいぶ恥ずかしいですよ。絶対普段ここまでやれないですよね。何もしてないです、普段。はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。どうですか、完成形見て。いや、全然違いますね。こんなになるんですね、ちゃんと。あれ、あ、ちょっと日焼けしちゃってるじゃん。で、応援してくれてるからだよね。実際、奥さんを待たせた時に、なんて言うんですか。まず謝ります。あれ、あ、日焼け、あ、ごめんなさい。いつも応援してほしいからさ。恥ずかしいですね。台本とか見られました？なんかチラッと見たんですけど、はい、なんか恥ずかしそうな苦手なやつでした。だからあんま見ないようにしました。女の子の唇って柔らかいよね。これ使ってくれたら俺虜になっちゃう。これはえぐい、これはえぐい。心の準備がいいですけども。心の準備は正直全くしなかったんですけど、さっきのテルノを見てちょっとゾッとしてます。化粧水、えらいえらい、はいはい、やばいよ、マジで。相当恥ずかしいからあれはやばいやで、人が来るとなおさら恥ずかしいでしょ。全然俺恥ずかしくないよ。もう恥ずかしさだって通り越してるもん。通り越した、もう剣とかじゃなくてもう恥ずかしい。剣とかじゃなくても恥ずかしい。わかるわかる。まあでも何でも聞いて、去年やってるから。温泉楽しみやな。これ何なん？あ、化粧水？いつも間違えた。え？あの、感情ってあります？感情っていうもんあります？いや、感情も忘れてるよ。感情も忘れてた、今。でも、こうなるんよね、絶対、マジ。恥ずかしい、俺が恥ずかしくなってきた。いつも綺麗でいてほしい、あなたに。ありがとうございます。終わりですか？終わり？終わりかな？終わった。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、ベテランの。え、待って。あの、風格を。やめて。もう集中してる。俺も喋んない。集中してるとそのいい風に持っていかないで。シンプルに緊張してるだけ。感情どっかに置き忘れてましたよね。言ってる時マジで。でも最終的にはその感情が出てきました。あ、本当ですか。はい。あ、本当すかとか言いながら、なんか俺がちょっと上から目線になってる。見てる。言っていただいて、ちょっとエスメに。エスメ。エスメに。はい。エスメにってなって。エスメ。自分の綺麗は自分で守る。ちょっとだけ間違えちゃいました。感情忘れてる。感情。感情。感情忘れがちなんです。忘れがち。こちら出します。確実。はい。恥ずかしいぞ。いや、絶対やばいでしょ。恥ずかしい。すげえ、頑張れ。ありがとうございます。無事終わりましたね、なんとか。いやすごいっすね。すごいっすか。これが女性ファンに刺さる。そうなんすかね。ドキッとするのやるしかないっすね。やるしかない。だいぶ早く。早かったですか。早かったです。前ですか。あら。いや、ちょっと緊張が解けて。すまなく。今回の内容ってご覧になりました。なんかちょろっと見ましたけど。割と恥ずかしめな。いや、本当っすよね。内容になってますけど。無理っすよ、俺。去年の中川選手のような感じですよね。あれ。ちょっとさっきケン君に言われてみましたけど、やばくないですか。あれはダメよ。俺はできない。あれ、あ、こっちが恥ずかしくなりますね、見てるこっちが。はい、すいません、お待たせしました。完成。すごいツヤツヤ。全体的に
はい、ありがとうございます。めちゃめちゃ拒むじゃん。こんなんなんですよ。もう何いつもみたいに塗ってくれって。ダメだって、恥ずかしいじゃん。ちょっと待って、もう一回。ここで忘れた。最後こう照れてる感じが出てる。照れますね。素で照れますか。これは照れますね。そう、すごい、それが逆にいいです。もう分かった、後でね、後で。寂しい後ろ姿だな。ダメだって、もう恥ずかしいじゃん。もう分かったよ、後でね、後で。すげえ、照れれてました。俺見ます、見ます。我ながらいい。どうでしょうか、でも撮影を終えてみて。いや、楽しかったっす。新鮮でしたね、あんまりやんないからこういうの。みんな優しかったっす、おだててくれて。ありがとうございました。ありがとうございます。